はい、皆さんこんにちは、コーヒー侍です。今日はですね、2022年の一発目のコーヒー雑貨紹介になります。今日はですね、こちらをご紹介したいなと思います。パッパカラ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 ッパヒヒーン。もうほぼね見えてたんですけども、こっちにねハリオ商事から出ておりますアウトドア系のシリーズになりますね。ゼブランというシリーズになります。こちらね、ゼブランですね。ゼブラですね。大事なことなので2度言いました。はい、ということでね、今日はこちらのハリオ商事から出ているゼブランで美味しいコーヒードリップを入れたいなというふうに思います。それでは皆様ご唱和ください。コーヒーは自由だ。行ってみよう。まあ、このアルファベットでね、ポイントになってますけど、ゼブラですね、ゼブラです、シマウマですね。とラン、走るフェーズランですね。とギアという3つの単語が重なってできた造語がこのゼブランという、そういったね、シリーズ名になってますね。まず最初に目を引いたのは、僕が結構ね大好きなブラック、このカラーっすよね。でこのキャンプ系のギアとしてはこのブラックで統一するっていうのはね、すごいなというふうに思いました。ハリオ商事という名前を出しましたけど、まあハリオさんなんですけどね、ただね、グループ会社なんですよね。で今回はそのハリオ商事さんの方から出ているシリーズというのがね、このゼブラというシリーズになります。まあ、ね、アウトドア系の、まあ、コーヒーというので特化した感じのね、こうイメージ戦略かなというふうに思ってます。もうまあ中身はね、このミルなんかはスマート G ですよね。こうやって見るとね、スマート G です。でペーパーもですね、これこんな感じになってますけども、要はね02のペーパーなんですよね、これね。はい、このドリップポットですね、これエアーですよね。もうコンパクトで軽量なんで、まあ、アウトドア系には今ぴったりかなと思います。これね、ダブルボールのステンレスカップですよね。ちょっと開けてみましょうか。かっこいい、こんな感じのね、かっこいいですねこれはい、こんな感じのカップになってますね。でこういったね、まあ、ハーブティーとか紳士式で入れられるね、こういったストレーナーもついていると。でね、ちょっとしたね豆知識なんですけど、こういったね斜めにこうやって置くこともできると、まあ、ちょっとしたことなんですけど結構ポイントになってきますね。で何といってもね、やっぱりメインはこのドリッパーかなと思います。ブニョンブニョンとシリコンですね、これね。リブ見ると分かるんですけど、まあ、まさしく V60 のリブになってます。でこういった感じでねまあもちろん割れないですよね。でこういったね台座もついていると。でこうやってドリッパーになりますよといった感じですね。まあ、もちろん軽量なんで持ち運び便利なんですけど、特にねこうやって折りたたむことができるんですよね、こういったのって。なので例えば他のギアを持っている場合、例えばシェラカップでもいいですし、例えばそういったものを一緒に持っていくときにこうやってコンパクトに畳んで、まあ、いろんなものにこう組み合わせて収納することができるといったような感じかなというふうには思います。でいざとなったら、いざとなったら変化でコーヒーを入れるときはこうやってドリッパーになるよといったような使い方になると思います。ではね、今日は早速こちらのゼブランのシリーズで、ゼブランのコーヒーミルですね、これで引いて、まあ、中引きですね、エアーのね、このゼブランのドリップポットですね、こちらで注ぐと。もうサーバーはもうこのカップ兼カップでね、いきたいと思います。これにね直接ドリップしちゃいます。でこのねドリッパーを使っていきたいと思います。ではね、早速コーヒードリップしていきましょう。
皆さんお疲れ様でございました。早速ね入りましたのでいただきます。いや美味しいですね。いやこのねカップいいですよ。すごく熱々のが入ってるんですけど、まあさすがダブルウォール全然熱くないですね。ここもってもね、まあ、このドリッパーはね本当に今回これ新しいかなと思います。このシェリコンのねブニョブニョンってなってるのをつなぎ合わせてドリッパーにするというのはすごく新しいですね。でこのドリッパーに関してはこの持ち手ですね、この下の台座、これすごくありがたいですね。最後ねこう他のところにこう移動するときに便利なんですよね、これがあるとね。僕ねコーヒー道具って完璧なものってないと思っていて、人それぞれのやり方、コーヒーのそのスタイルによって合う合わないっていうのがね本当あるんですよ、コーヒー雑貨って。でまんべんなくねこう万能型のものもあるんですけど、やっぱりどなんつうんでしょう、こっちが長けていればこっちが弱点あったりとかね、そういったことはあるので、まあ、自分のねスタイルに合った道具っていうのは必ずあると思うんですよ。まあ、だからこそ道具って面白いんですけどね。まずねこのミルですね、これは、昔からねあったまあ、昔からってほどでもないですけどスマート G っていうコーヒーミルのゼブランというねデザインに変えたものなんですよね。で刃はセラミックバーというねものなんですけども、世の中にねこういったセラミックバーの、ね、手引きのコーヒーミルとか結構たくさんあるんですね。このステンレスバーのものと大体ね大きく分けて2つになってくるんですけども、金属バーは金属バーでね、より流度を揃えたものとかシビアにね味をこう突き詰めていくことっていうのにはすごく向いてるんですけど、このねセラミック刃に関しては金属刃にね比べるとそのカット能力というのはちょっと劣るかなというような印象になるんですけども、まずね水洗いができるっていうのがねすごい利点の一つかなと思います。でこのスマート G に関しては本体もこの樹脂製というのですごく軽いです。気軽な感じで持っていけるライトなねコーヒーグラインダーという感じになってますので、ほんとキャンプ系に行く時にはこういったものをねポーンと道具の中に入れておけばですね軽量ですしコンパクトですし、でこのハンドルもしまえるしね、である程度もちゃんと引けるということなので、これはこれでねほんとしっかりとしたコーヒーミルだなというふうには思います。あともう一個ねこのエアーなんですけども、正直ねやっていて動画でもねやってる通り僕はあんまり正直慣れてないタイプのドリップポットなんですね。でとにかくこの簡易的なものなんですよ。で樹脂製でできてるから本当軽いし、本当キャンプ場にポーンって持っていけるようなそんな感じのがメインになっています。注ぎ心地というのは正直ねそんなにめちゃくちゃやりやすいかっていうとそうじゃないかなと思います、正直に言うとね。ただ動画でやったぐらいのもの、もっと慣れていけばもうちょっと安定したドリップも可能ではないかなというふうには思います。まあ、それも良し悪しですよね。もうこれで十分だという場合はもうこれで十分ですし、でしっかりとしてね美味しいコーヒーは入りますんで、これはこれでありなのかなというふうに思います。なのでね今回そのゼブランというシリーズでこういったね新しい道具、これはすごくいいですね、この2つはと今までの既存のものをデザイン変更したものというので組み合わせてシリーズとして出したっていうのはね結構僕は道具としては面白いやり方だなというふうには思いました。キャンプ好きな方、そしてコーヒー好きな方なんかは検討されてもいいのかなというふうにね、でそんなシリーズになります。はい、本日もご視聴ありがとうございました。本日の動画いかがだったでしょうか。いいねと思っていただいた方はぜひ高評価、そしてチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。またコーヒーサムライ、ブログ、ツイッター、インスタなんかもやっておりますので、ぜひそちらもご覧いただければと思っております。それでは皆様、素敵なコーヒーライフをお過ごしください。バイバイ。